今をかける、その先に僕たちの未来がある。Go Next。子供の時にものづくりが結構楽しくやってて、まあ、そこが最初のきっかけです。ボロって150年前とかそこら辺昔からあるもので、まあ、今これを作ろうってなった時に150年かかるじゃないですか。で、その時間を借りるっていうのはすごく贅沢だし、そういうものをなんかしっかりと洋服として、まあ、今かっこいいものとして作るっていうところにすごく興味があったし、なんかそれで着てもらえたらすごく嬉しいなと思った。駆け抜ける道の先に思い描く未来とは。出どころも全部違うし、全て生地が全部違うので、まあ、糸から製品まで、まあ、透明性を持って全部作れるようになればいいなと思っていて、未来につなげていく、僕らも今かっこいいものを作ってって、それが伝統になってったらすごく嬉しいし、世界に戦っていくブランドを作りたいっていうところが一個キーワードとしてあって、日本の伝統的な技術だったり精神性だったり、そういうものももっともっと広めていけたらいいかなと思ってます。その思いが僕たちの未来を作る。